아주소소 K1의 사랑의 전설 피터 으아さあ開幕戦を突破して4度目の頂点へピーター・アーツです。共に K の歴史を紡いできた2人です。セホーとアーツ、やはりのりかさん、この両者人気はすごいですね、はい、ソウルではね。本当にあの K1 初期の頃からファンの心をわしづかみする2人ですよね、花がありますね。ただね、この2人が今日どちらかで消えなければならないというのがね、もったいないというか、K1 は本当レベルが高いですね、はい。そしてこの2人が心が通い合った親友だというのを、東原さん、はい、もう我々よく見てきてますからね。そうなんですよ、本当複雑です、見る方が。その2人の友が、はい、これから鳴り響くゴングが、ゴングが鳴り響いた瞬間に倒さなければならない敵として互いの前にそびえ立ちます。アーツか、それともセフォーか。さあ戦いが始まる。恨みこなしていこうぜ、そんな思いが両者の胸中にはあると思います。本当ね、開幕戦でもうこれね、ベスト8同士のもう本当に K1 を支えた2人のカードの実現っていう、だからやっぱり今の時代がこうそれだけ変わってきてるんですよね、世界のキックボクシング界で見たらこれ実現できる最高のカードの一つですよ、今ね。ローキックを出しましたレイセホー、もう互いに互いの怖いところというのも十分分かってるでしょうから、どうでしょうかね。あ、ローラー、ローラー、バラセグでした、レイセホー、ニヤッと笑ったレイセホー、やるなというレイセホーの意味です。それとまたですね、今日あの右だ右だ、レイセホーの右。ここのところのピーターアーツがどんどん調子上げてますからね、もう今シーズン今年絶好調、2戦2勝今ストップザセイムシュルトって言われてますけど、はい、やっぱり一番ってこのピーターアーツでしょうね。あの本人も言ってますね、シュルトを倒すのは今他の16人を見て自分しかちょっと思いつかないよ、それだけ自分に今自信を持っているのがピーターアーツです。あの98年3度目の優勝を飾った時には森川さん、1ラウンド全て KO というね、本当ですね、無敵の強さでしたからね。かっこよかったですよ、あの時の強さが今戻ってきてるんではないか、はい、あっと左の方だ、左の反則でした。ローキックがいいですね、ローキックが両方とも効いてますね、はい。あの無敵の強さを誇った98年3度目の優勝から来年で10年になるわけですか、ピーターズ。あとまたローだ、一時はあるいはこれまでかという話もありました、噂も立ちました、ピーターズ。そこから見事にまた再び力を取り戻してきて、今大会は4度目の頂点に最も近い男の一人として、ストップ・ザ・シュルトの一番としても数えられているピーターズ。動けてるんですよね、ピーターが、はい、左入ら、ガードしたレイセホー、一旦ガードほどく、左からさあどう崩していくか、ピーターズ右の膝から右のローだ、アーツが、アーツが攻め込んでいく、レイセホー打たれている、レイセホーが打たれています。ローが効きましたね、残りは1分、ダメージがあるか、レイセホーガードをほどいた。第1ラウンドからチャンスを掴んでいるのはピーターズ、アーツのハイキックはやはりガードで警戒をしています、レイセホー。すごいですよ、アーツ、すごいですね、アーツね、ちょっとレイセホーがちょっと手がないですね、ちょっとスタミナも切れてきましたね、苦しそうですね、はい、3月にはこのレイセホーもシュルトに敗れてはいますけど、シュルトからダウンを奪ってますからね、ああローキック効いた、またカウンターですね、またローキックです。この立ち上がりから効いているローキックがセホーの出足を止めています、またローだ、またローダウンだ、ここでダウンを取りました。第1ラウンドピーターズちょっと苦しそうですね、使用者内ローキック効いている、あのレイセホーに全く手を出させないピーターズ、残りは15秒です。一気に決めるか、右のストレート、右崩していく、左膝最後のローは距離を取ってかわしていくレイセホー、苦しそうですね、レイセホーは、ちょっとかなり効いてますね。あっとここで第1ラウンド終了のゴングが鳴り響きました。ピーターズ第1ラウンド強し、レイセホーからダウンを奪っています。第1ラウンドからアーツがその強さを発揮しています。今年はここまで2戦2勝、6月にはオランダでボブサップを26秒で KO しました。8月の香港にはあのニコラス・ペタスを右ハイで KO しました。まさに絶好調でここまで来ているピーターズ、何度かスリップダウンがあった末、第1ラウンド終了間際のローはダウン、ちょっとあのレイセホーの様子がおかしいですね、立ち上がらないですね、立ち上がらないですね、
こんなレース後のラウンドインターバルのシーンはあまり見たことありません。試合前にちょっと体調崩したっていうのはちょっとちらっと聞いてたんですけど、かなり苦しそうですね。タオル投げ込まれるかもしれません、はい、あタオル、ね、タオルが入りました。タオルが入りました。レイセコーサイドからタオルが入りました。レイセコーが立てません。ピーター・アーツ、レイセコーからテクニカルノックアウト勝ち。これで2人の通算対決は2勝1敗。5年ぶり3度目に実現した両者の対決はアーツが1つ勝ち越して、ピーター・アーツ12月の決勝ラウンドに進出です。ちょっと体調が良くなかったのか、いいところがなかったですね、レイセコーが。実はね、ちょっと試合前の状況でレイセコーが若干風邪気味であるという情報が伝わってはきたんですが、ただアーツとの戦いということでね、レイセコーも並々ならぬ決意でリングに上がっていました。リングを降りれば共に心の通い合った親友です。その2人が開幕戦で相まみえることになりました。ゴングが鳴った瞬間、倒さなければならない敵として互いにグローブを交わした両者。5年ぶり3度目に実現した両者の対決はピーター・アーツの勝利。アーツが友人であるレイセコーを倒して12月の決勝ラウンドへ、4度目の頂点へ向け盤石の体勢で駒を進めます。確かに今年のアーツは強い。そうですね、すごく今の試合も動けてましたから、はい、僕はストップザセーブシュートの一番手このピーターアーツだと思いますね。はい、判定で一度破ってますね、はい、93年4月30日の最初の競馬をする、あレイセコーにも今大きな拍手がこのソウルの体育館から送られます。両者にとって最も戦いたかった相手であって最も戦いたくなかった相手だったかもしれません。第1ラウンドにはダウンを奪ってアーツがその強さをこのソウルで誇示しました。さあアーツが開幕戦を突破、15年連続決勝進出ですよね、はい、93年の1回目から15年連続グランプリ出場。去年も一旦は途切れたかと思いましたが、その後リザーバーで出場していた状態からチャンスが回ってきてファイナリスト。